はい、おはようございます。シャークマスターです。本日はですね、本格的にサメをちょっと釣りに行ってみたいと思います。ね、初挑戦、道具持っていきます。これね、P75 入ってます。 400m ね。仕掛けはね、この重りね、これつけて、これナイロン200、ごめんなさい、150号とワイヤー、これ太いですよね。で、これが針ね、これカジキとか本マグロするときに使うような針なんですけど、返しはね、今回リリースするってことでも潰していきます。はい。でね、次餌なんですけど、これ使います。これ僕が釣ってきたあのマグロを冷凍したやつね、これを1匹かけていってみたいと思います。でサメね、マグロ大好きってもういろいろ試して分かりましたんで、マグロをちょっと使ってみたいと思います。今回ちょっと初挑戦ということでね、ウインチスタイルといって、あの竿をね、こう船べりに固定して、こう手でこう巻くような、こういうスタイルでちょっと最初挑戦してみたいと思いますね。で、何があるか分かんないで、こう竿もね、こうロープで持ってかれないように固定してやりたいと思いますね。初挑戦でね、一体どのくらいのサメかかるかとかも全く想像できないんで、ちょっと手探りですけど、ちょっとやってみたいと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、じゃあ行ってみましょうかね。どうやってかけようかな、これ餌がちっちゃいかな。なことないか写真撮っていいですか。あ、全然いいっすよ。はい、シャークマスター、シャークフィッシング初挑戦、メイキング映像。うん、こんな釣りしてる人いたらコメントくださいね。こんな感じでね、釣れんのかな。抜けるな、これな、返し潰したら餌がね、外れたり、うまくつけないとね、餌抜けるな、これ多分。悪いかな、分かんないな、なんだこれ、返し潰してるからな、これ抜きやすいかもな、針がね。これでいこっか。うん、これでいいんじゃないか、縫って刺してこんな感じ。どうでしょう、これだと多分抜けないかな、こんな感じね。から乗ってくる、市内から乗ってくる人もいるけどね。どこから？町から。あ、本当？うん。あれぐらいの船全然来ますよ。あ、そう。うん。まあ、イバルマから下ろしてる人、あ、お、うわ。今とついたね。ビビったわ。ダメかもね、取られてたりしてもなんか当たりましたよ今ね。びっくりした、ちょっとドキドキするね。簡単に釣れないとかまたいいかもね。なんか一回はしならしたいですね。もう一箇所あるから、あっちもね、いる時いない時あるけど、もう一箇所の場所はね、カンパチすごい釣れるよ、でかいの。おおおお、完全になんかいるでこれ。面白いね、結構サメ釣りなんかどうなるかっていう。ドキドキ感、ドキドキ感半端ない。500キロぐらいかかるかもしれんから。一応ワイヤーつけて、大体釣りする人ってワイヤーつけてないから、
切れるんですよ、サメかかっても大体。まあうまくかかって切れないやつもあるけど、まあ餌釣りのあんな竿だったらサメかかったらもうこんなんなんですよ。もう全然やり取りできないけど、これぐらいだと結構マジでやり取りできるかなと思って。餌なかったりしてね、ひょっとしてね。めちゃでかいサメだな。いや、でかかったら丸飲みしてるかもしれないし、違う魚かもしれないしね、ひょっとしたら違う。なんともわかんないね。まああのこれがワイヤーつけてなかったら切れたりしてることがあると思うけど、ワイヤーついてるから、まあ、切れることはそうそうないと思うね、簡単には。一応このワイヤーだと500キロぐらい上がってるから、サメ駆除で500キロ。うん、500、僕見たの600キロ弱ぐらいの見たことある。やばいっすよ、ここ起きたらやばくないですか。うわーってきた。絵的にすごいっすよね。あ、絡んでるな。あ、餌ないわ、しかも。あれ取られたな、絡んでるわ。あれこれナイロンが長すぎるかな。マジでやられた。あー、外れてる？ついてないかな？外れちゃったかな？あ、ついてるね、なんか。ほら、巻いて巻いて巻いて。OK、ストップ。ストップ、ストップ。ほら、ほら。来てるしな。こうやって、これ落ちるからね。あ、マグロだ。マグロが食っちゃったな。サメの餌にいいな、これでも。ちっちゃいマグロだ。マグロかよ。サメの餌にちょうどいいけどな。ちょっと生きたマグロ行ってみましょうかね、せっかく釣れたんでね。よし、これでどうだ。今度ね、多分あの生きた餌使ってるんで来るんじゃないかなと思います。たまたま今マグロ釣れたんでね、ちっちゃいの。さっきから何回か挑戦したんですけど、ちょっとねあの道具はやっぱ絡んでね、うまく入ってなかったっていうのもあります。一回当たり割ったんですけどね、今度は多分大丈夫じゃないかなと思います。なんせ初めてなんでね、そんなすぐには思った通りいかないですね、これね。意外とこの糸の太いのがバレてるのかもしれないし、警戒してるんかもしれないですね。場所にもよると思うしね、タイミングもあるかなと思いますけどね。何キロぐらい来ますかね、500キロぐらい。500キロって何やろ、物の例えたら何ですかね。なんだろうな、小錦2人分ぐらい。お相撲さん、ちょっと重量級のお相撲さん2人以上ぐらいかな、今だとね。200キロぐらいのお相撲さん2人ちょいぐらいかな。おおおおおお、すげえ、初めてのサメの当たりじゃないですかこれ。食った？かかってる、これかかってんのかな。かかってるね、これかかってないね。かかってないわ、まだ暴れてるな、ほら。あれ暴れなくなったな、取られたかな。あ、いるね、まだ。食ってないね。結構あいつ暴れても曲がるんですね、こういうの、この竿ね。こんな棒みたいな竿。サメじゃないんかな、取っていったやつがね。それかやっぱ道具結構見えてるんかな。でもこの間のやつもあれ、割と後ろから来てる。うん、意外と見てるかもしんないね、サメも。針のでかさにビビって、おかしいと思ってるかもしんないですね。次ちっちゃいマグロ、死んだやつちょっと針隠して入れてみてやってみましょうかね。不思議なもん、ルアーの方が切れてきて、あの実際圧倒的に、そう、
ね、これめっちゃドラッグ引きますよ、ドラッグパワーほとんど曲がってないね、これかなり締め込んでるんで上がってくると思います、これこれね、柔らかいサオでかけたら大変なんですよ。やばいね、ああこれ手持ちやったら怖いわ怖いわこれもう首振ったらドスインでくるから怖いね、なんかサメやね、完全これサメじゃなかったらめちゃでかいよこれ手持ち怖いわ。行った方がいいですよ、これ早く、はい、交代そこやったらやばいですよ外れたらやばいよとんでもないよ、これバランス取ってね、たまにたまにでいいですよ、リールこう押さえながら動くから、おおあ見えた、あ本当だ、サメやろな、サメじゃなかったらかっこりやけどね、なんだこれ、サメやね、サメやっぱりね、そんな大きくないね、ほら来た、ストップ、そんなもんでいいっすよ、はい、うわー、来ました、ほらね、そんな大きくないね、この子ね、
ちょっと可愛かったけど、これの5倍以上をちょっと狙ってやったらどうなるかね、楽しみですね。はい、ありがとうございます。手で巻いて、なんかついてきてんじゃん、後ろ、ほら後ろ、なんかいる、なんかいる、サメが来てる、やばい、やばいやばい、サメ食われる、サメが憎たらしいよね今回の餌はね、これさっきサメに食われたやつ、これをね、餌入れるだけで大変だな、これ、よいしょ。